おはようございます。1月21日土曜日、新聞コラムの読み上げを行います。今日の三経名の表題は次のように決めました。日本共産党のおどろおどろしい場所。では読み上げます。森喜朗、小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎、谷垣貞一、再び安倍晋三、菅義偉、岸田文雄、各氏と自民党総裁は9代にわたる22年余の政争を得ても共産党トップは C. 和夫委員長のままである。党首公選は行われず、C 氏はなお続投に意欲を示す。これは当たり前なのか。国民の常識からかけ離れている。現役の共産党員でジャーナリストの松竹信行氏が19日の記者会見で述べた言葉はストンと腑に落ちる。共産党は分派、派閥が生まれかねないと党員による直接投票で党首を選ぶことを認めてこなかった。これに異を唱えたのである。松竹氏の新著、新日本共産党宣言によると、共産党は創立100年を迎えた党の歴史の中で一度も党首公選を実施したことがない。 C 氏は昨年9月27日国会前で行われた安倍氏の国葬への反対集会で民主主義を守る声を上げ続けようと訴えたが、まともに選挙もしない政党の言う民主主義とは何か。日本戦略研究フォーラム紀報新年号では、元共産党メンバーナンバー4かっこ政策委員長の筆坂秀代氏が指摘した。かつての日本共産党の党規約には、下級は上級に従うということが明記されていた。いわゆる民主集中制の徹底である。松竹氏の著書には、こんな共産党の組織原則も記されている。誰であれ他の支部や他の地域の党員と日常的に連絡を取り合うことを許されていない。北朝鮮が民主主義共和国を名乗るのと同じく、共産党が唱える民主主義も一般国民の考えるものとは全く別なのか。松竹氏の問題提起を党指導部はどう受け止めるのか。日本共産党は現在の中国や旧ソ連とは違うと強調してきたのだから、その証拠を見せてもらおうではないか。令和5年1月21日土曜日、三経名の読み上げを終わります。日本共産党わからない、魑魅魍魎の住む党です。以上です。